ハローミキティチャンネル。東京に来たのは何歳なの？16歳です。16歳、うん、そのそう16歳。芸能界に憧れたのはどんくらいなの？もう小学生ぐらいなの？物心ついた時から演歌歌手になりたいな。あ、それはおばあちゃんの影響でしょ？そうだから歌手になりたいっていうのが最初。もうあるあるだよね、うん、歌手になった人のさ、うん、あるあるでさ、うん、おばあちゃんとかがさ、うん、好きで聴いてて、で歌ったら上手ねって褒められたんでしょ？確かに、うん、そうで、みんな喜んで、いとことカラオケ行ってもすごい演歌歌うわけで、私はばあちゃんと、うん、演歌歌えんのって上手だねって言って、それが嬉しくて、そうでいっぱい歌うでしょ。もうあるあるだよね、その歌手 のそうだね、うん、おばあちゃん近くに置いとくべきだね。そうなんで、もう物心ついた時にはもう歌手になりたいなと思ってて、そうだね、安室ちゃんに憧れたでしょ。そう、 5年生ぐらいかな、安室ちゃんは。安室奈美恵 with スーパーモンキーズ。アルモ…アルモ…アムロナミエ with スーパーモンキーでしょ、うん、に憧れて、じゃあ夜も引っ張る。見てたよ、 DJ 赤坂さん。見てた、ヒデちゃん見てた。夜11時ぐらいから始まるのかな、うん、あれを見てた、見てた、聞きたい、聞きたい、聞きたい、うん、やってた、やってたの、うん、テレビの前で、うん、かわいいね。やってた、やってた、すごい。出た、出てない。あ、出てないの。もうだってもう東京に来る前に終わってるもん。で、なんかたまに特番みたいなのやったけど出たことない。あ、そう、うん、出たいでしょ。出たいね、え、うん、願わくは安室ちゃんと一緒に。いや、もう引退しちゃったから。本当に、で、そう、オーディション本気でさ、うん、そのオーディション受けたいってのは言うの？その言うよ。聞いたことないけど。言うよ。6年生ぐらいに、うん、ほら雑誌とかにさ、子役オーディションみたいなやつあるじゃん。あれが旭川にあるって言って、それこそ内山くんとかの写真があったわけ。あ、あるよね、チラシみたいなね。あれで旭川だから、旭川だったら行けるから行きたいって言って、うん、そのスクールみたいな、うん、何かが分かってない、うん、でもここに行ったら芸能人とかそういう風になれると思ってるから行くのよ、うん、で、なんかこう行くの、そこの子役事務所のそのオーディションみたいな、うん、でもなんか子役っていう項目じゃないの、うん、芸能事務所、アーティストとか、あ、まあ、いろんな人を求めてますみたいなチラシだから、うん、よくあるやつだよね。そうでもそんなのよくあるとも思ってないから、知らないから、うん、行って、じいちゃんに、じじっこだから、じいちゃんと行くの？ だからじいちゃんに車、お母さん働いてるじゃん、うん、でじいちゃんに車出してもらって、もうじいやだから私の。じいちゃんは、じいちゃんは何も分からず行く。いや、なりたいって言ってるから、オーディション行くって言うから連れてくるっつって、旭川に、抜けちゃうね、もうね。そう、旭川に行くのよ、2人で。で、なんかこう話みたいなの、審査みたいなの聞かれて、うん、受かるのよ。受かるの？何したの？覚えてる？いや、それはね、なんか普通にこう面接みたいな感じだった。で、あなたすごい目が綺麗ねって言われて。すごい目綺麗だね、もうし、うん、白目がすごい綺麗、うん、今も綺麗だもん、ね、今も綺麗でしょ、うん、綺麗。目綺麗なの私。その時から言ってくるじゃん。そうで言われて受かった、うんんだけど、うん、でもさ、すぐデビューっていうわけじゃないから、レッスンしましょうみたいな。でも受かったらさ、いや、行きたかったよ、思った、行きたかったけど、うん、やっぱ旭川だから。あ、そうか、そうか、まあ、実際、うん、無理じゃん、頻繁に行けないからね、旭川にね、頻繁に行けないし、別にそんなお金持ちなわけじゃないから、うん、行けないじゃない、レッスン代みたいなのとかもさ、うん、でどうすんのみたいなって、行けなくて、行かないの。あ、受かったけど行かないんだ。そう、行かないの。で、その後、中3で多分 ABEX オーディション受けるの。 ABEX もそうだし、モーニング娘。も受けるんだけど、そこまでやっぱ田舎だからさ、オーディションがないの、うん、で、その北海道広いから、
その東京に行けないじゃん。東京に今でこそみんな飛行機乗ったりとか結構普通にするけど、そんなのもないから便が1便ぐらい便はあるわ札幌とか行けば。だそのでもお金がかかるじゃん、東京に行く飛行機乗って、じゃあ泊まらなきゃいけないとかって、やっぱりそのお金がかかるから行けないよねって。でもさ、それ本当旭川のそのタレント事務所みたいなオーディションも行けなかったけど、うんうん、受かった時には、うん、その藤本家の中ではふわってちょっとなったんだよ、あれミキちょっと芸能人になっちゃうのみたいな。いや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 、でもなんかお姉ちゃんとか どんな感じだった。お姉ちゃんとかはもう全然興味ないから私あ、そうなんだ。そうそうそう、何言ってんのぐらいの感じなれるわけねえべやとか。いやそう、お前がなれるわけねえべやってずっと言われてそうそうそう、ずっと言われてきたから、まあ、そう虐げられてきたもんね。虐げられてきたの、お姉ちゃんには上のお姉ちゃんね、末っ子だもんね。末っ子、うん、4人兄弟、ね、上が強くて強くて、うん、そう強そうだもんね、うん、そうでその前に中学生の時に高校受験をしなきゃいけないわけじゃん、うん、その時に高校行かないで私アクターズスクールに行きたいって言ったの。安室ちゃん、安室さん、ね、それがね札幌かどっかにあるのよ。アクターズスクール札幌。でもそれもやっぱりお金がかかるから行けないのよ、一人で。じゃあどうやって行くのっていうさ、うん、アクターズスクール入りたいって言うけどさ、うん、みたいなさ、それは、まあ、お金もかかるし、お母さんに言われる、うん、いやお母さんにね無理っていうかなんかどうやってみたいな感じで言われて、それさ、うんうん、みきちゃんがさ、うん、そういうのなりたいなりたいとかさ、札幌行きたいとかって言ってる中さ、うん、このお兄ちゃんとさお姉ちゃんとかさ、うん、なんか嫉妬とかしないの、うん、ずるいよみきばっかりずるいべやとか言わないのしないですね。だってお姉ちゃんたち別に全く芸能人になりたいとか全くないから。いや札幌行くことに対してもさ、なんかだからだって行けるってなってないから、まあ、なんか言ってんなぐらいにしか思ってないかもしれない、で結局行けないのよ、うん、そんなの行けるわけないじゃんみたいな、うん、まあそう、まあ、リアルに考えてさ、うん、まあそうだよねって思うじゃん、うん、でそうそう、だからせめて札幌にオーディションが来てくれないといけないわけよ、うん、私としては、うん、でそこで、まあ、ABEX の小室ファミリーのオーディションがあるわけで、うわ安室ちゃんに憧れて芸能界入りたいって言ってて、安室ちゃん小室ファミリーじゃん、うん、その小室ファミリーのオーディションがあるってすごくないみたいな、もう私のために札幌来るんじゃないのみたいな。いやもうこれは絶対行かないとっていう感じだった、うん、で、そうどんな感じで言うの、その行きたいっていう時は。で、ここに札幌にオーディションがあるから、うん、いやだから普通にこう説明して行きたいって言って、うん、オーディション行きたいって言ってお母さんに、うん、でまず書類審査からだから、うん、写真撮ってとかさお母さんにお願いしたりとかして、うん、あ、もう自分でやりだすんだ、それを。そうだよ、そうだよ、うん、だって誰もやってくんないじゃん。へぇ、うんうん、そう、こういうのあるね。あるでしょ。そうで自分でなんか履歴書みたいな、そのなんていうの、オーディションシートみたいなのを、そうそうそう、書いて写真撮って、一番好きな安室ちゃんみたいな格好で。いやもう服ちょっと覚えてない。でもね、なんか多分の写真ないの。ないよ、何着てたんだろうね。こうやってやってたんでしょ。でも安室ちゃんやってたけど、そのオーディションの時はやってないかもしれない、うん、もう小学生が一番やってた、うん、その時は中3だ。その時は中2ぐらいかな、中2中3かな。で行くんだ、うん、そう行くので、受かるのよ。そう、札幌のオーディション受かるの。だからまあ書類審査受かるで、なんかってなるでしょ。なる、うん、で、書類審査受かんないと札幌に行ったらいけないから、うんうんうん、で、受かって、で札幌行って、通知が来て受かりました、受かりましたって言って、何月何日札幌出てって、それ電車で行ったのかな、それも じいじに送ってもらったのかな。頑張ってんね、抱きしめてやりたい。そうでしょ、その頃のミキをその時はあれだ、電車で行ったんだそう、スーパーホワイトアローっていう電車に乗って
1時間かけて電車乗っていくんだけど、お兄ちゃんがもう働いてるから、社会人だから、うん、お兄ちゃんとお兄ちゃんの彼女が一緒に住んでる家に泊まらせてもらって。同棲してたの？お兄ちゃん。お兄ちゃん同棲してた。その頃に大人だよ。だってもう働いてんだから。何歳年違う？6歳。そうで早いね。で中3でしょ。中2とか中3でしょ、うん、それでもうすぐ同棲してんじゃん。すぐ同棲してんじゃん。北海道だね。いや知らんけど知らないけどそうそう、それでお兄ちゃんちと泊まってオーディション行くのよ、札幌のね、うん、ここだって言ってお兄ちゃんと一緒に連れてってもらって、うん、で、受かるのよ。すごいね。すごいでしょ。それはどうだったの？その何を歌ったかみたいな。その時は歌うの？歌うの、うん、タイムゴーズバイかなんか。ELT エブリリトルシング。そう、タイムゴーズバイ。未来日記だよね。誰もが、そうかも。そうだよね、多分。そう。タイムゴーズバイ。そう、確かそうだったかな。ね、うん、それモーニングかな、分かんないけど歌うのよ、とりあえずね、うん、で、受かってで、東京行くの。あ、第二次審査みたいな。第三次審査。第三次、うん、書類で札幌で受かったら、うん、その地方で受かったら、うん、その人たちが東京に。うわ、全国大会だ。そう。ほー、そう。めちゃめちゃ興奮するね。で、これはお兄ちゃんと行くの、私。そうなんだ。お兄ちゃんと行くの。お母さん働いてるから。あー、そうなんだ。その頃はもうさ、うん、みんなあれなんじゃない、家族は行け行け、ミキが安室は浪江になっちゃうよみたいな。なんかイケイケって感じではないけど、なんだろうね、なんかまあ頑張ってねみたいな、なんか あいつはなんかやりたいことに向かってってるからみたいな、すごいなんか客観的な、すごいじゃんみたいな感じではあるけど、うん、そんななんかこう家族を挙げて頑張れっていう感じでもない感じでもない、なんか淡々と。うん、うん、自分はどうなの？もう興奮してるの？いやでもまだほら受かんなきゃ意味ないから、それ冷静だから。どんどんこうなってもう、もう下がってるから、私その時は中学生で下がってるから前髪はそうそうそう。でお兄ちゃんと行って、行って東京に。そう、東京どこ？ごめんね、なんかすごい細かく。いや東京のどこだったかもわからない、あの時は。でその頃、それも、あ、それはアサヤンじゃないんだ。すごいでしょ。でそれ ABEX だね。 ABEX、 それは ABEX で第3次2泊ぐらいすんのかな。そう、そんなに何回やるの？テレビも追いかけててさ、でなんかテレビはこう誰かを見つけて、この子受かりそうかなっていう子を見つけて、ね、ずっとなんか追いかけるのよ。私追いかけられてないんだけど、うん、あ、誰かカメラついてるなみたいなのは。そうそうそう、どうでしたとかさ、はた、うん、から見るんだ。そうそうそう、あの子なんかカメラついてるなみたいな、うんうんうん、ちょっと嫌だよね。でもあれ私来ないんだろうね。いやでももう私は受かるから見とけよみたいな、そっちついてるけど私受かるから見とけよみたいな、こっちついてなかったのを悔しがれお前と思ってその頃からそう、その人落ちるけど私受かりますからみたいな感じをガッツ。でその時はそのレコーディングだから、その時に初めて東京来るんだ私、うん、人生で初めて東京に来て、うん、すごい。そうで、その頃からそんな気持ちがあったんだ、うん、こういう気持ちじゃなきゃ多分上がってこれなかったと思う。抱きしめてあげた大丈夫だよって。でさ、みんな同じバスでさ移動するわけよ。ああ、そのオーディション受けてるね。そうです。これもうなんか歌練習バスとかでしたりとかしてる人いてさ、うん、私は寝てたけどお兄ちゃんにみんな練習してるけど練習しなくていいのみたいな感じで言われて、うん、こんな1回2回練習したらこれ何も変わんないでしょってとこに寝てるんだけど。いや変わってる人もいると思うけどね。それでね、そうそう、でもほら、うん、バス用意しちゃうから、うん、歌ってらんないですけど、それぞれのね調整の仕方があるから。そう、うん、でなんか、撮影メイクさんがプロのメイクさんがいてメイクしてもらって、うん、なんか撮影したりとかすんのよ。それも初めてだよね。それも初めて、うん、なんか写真写りとかさ あるじゃん、ね、
そうそうそう、で自分で服は持ってくんだけど、うん、でメイクさんがいて写真撮影して、それが終わったらこうレコーディングスタジオみたいなの行って順番にレコーディングするの、うん、私ピートナイティンブルース歌った。それはもう自分で選ぶ、選べるのそれは、うん、そう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 、これ一番好きな歌なんじゃないあれ、大好き、ね、うん、それを歌って東京ドームで聴いたもんその歌、安室ちゃんの、うん、いいね、そう、それで東京の審査もで、でその合間に第三次審査どうなんですか、その合間に、その合間に終わって帰るまでお兄ちゃんと渋谷の109、憧れの渋谷の109に行って、俺たちが出会った、そうそうそう、なんか厚底ブーツとかさ、その時ギャル流行ってたから買ったりとかして帰るのよ、うん、でその時に雑誌の人に声かけられて、スカウト、そうで写真撮らせてくださいって言って、うん、写真撮ってもらって、で何月の何々乗りますみたいな言われて、うん、乗ったよ。何乗った、分かんない、なんかもう雑誌、エッグじゃないけど、そうそう乗った、すごいね、で東京ってすごいなと思った、東京ってすごいなと思った、こんなに話しかけられるんだっていうさ、安村の歌出てきた、何東京ってすごい、出てこないよ出てこないよその歌は。でそのオーディションも三次審査も受かるのよ私。すごいじゃんすごいでしょ。でもう次ファイナル、鳥肌立ってきちゃった、ファイナル、ファイナル、えそれも1回帰って通知が来る、1回帰って通知が来る、その2泊3日の中で合格しましたっていう、うん、こうカメラがこう来るわけじゃないんだ、1回帰るんだ、で合格した人だけ電話が来ますだったの、うん、来るの、そのオーディション12万人募集って入ってて、うん、ファイナル、うん、25人、すごいすごいでしょ、すごい、神がかってるでしょ私、そうで、ファイナルは、ファイナルはまたお兄ちゃんと来たのかな、一人で来たのかな、また東京来てくださいって言って、そうそうそう、で行って最終審査でね、そう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 、うん、で3泊ぐらいすんのかな、その時は。長いね。だってなんか合宿みたいな感じ。うん、あ、だから好きじゃない合宿。だから一人で行ったんだ。一人でまた単身で、うんうん。そう。なんかなかなか度胸あるね。空港とかでさ。中3でしょ？中3。空港でなんかエイベックスの人が待っててくれて、うん、まあ、みんなピックアップされて、うん、まあ、一箇所のホテルに連れてかれて、うんうん、でレッスンしたりとか。どういう気持ちなのそういう時も。いやーなんか不安だけど、でももうここまで来たらもうあとは受かるだけじゃん、うん、ファイナルだもん、うん、なんかやるしかないっていう感じで、でまたあでダンスレッスンとかあるのよ今度、うん、それがEXILE のヒロさんが来た、そう、その時 EXILE がなかったから、あの、うん、ズーのヒロさんって言われて、ね、うん、私ズーが分かんなかったから世代的に、うん、チューチュートレンド、そうそうそう、うん、でも私あなんか分かんないけど おじさんが来たなと思っちゃった、あ、なんかでもまだ若いだろう、すごい感じで紹介してるからすごい人なんだろうなと思って聞いて、でそれが2日間ぐらいレッスンあるのかな、でももう全然踊ったことないからさ、ヒロさんが教えてくれる、ヒロさんが教えてくれる、すごいね、なんかもうこんなのこんなのって教えてくれるんだけどさ、全然踊れないわけこっちは、周りはどうなの、その25人、周りもそんな踊れないけど、まあちょこちょこ踊れる人もいたりとかして、うんうん、で別に踊りの最後なんかはい踊ってくださいはあったかな、ないと思うんだよね、あとなんかそれこそ自分でその最終審査の前に曲みたいなのを送られてきて、これに歌詞をつけてくれみたいな、あーなるほど、ABEX っぽいでしょ、なんか自分で、ね、作詞する方多いもんね、そうそうそう、でつけたのをまあ歌ったりとか、いやもう全然できなかった、あれはあれに関してはもう本当に最悪だったから、どんなんかも覚えてないけど掘り起こしたいよね、あれはね、本当誰か持ってないですか、うん、でももう本当に弾いてみたい、見つけたくないぐらい、いやいいじゃん、でそうそうそう、でなんかすごい上手な子とかもいてさ、それもさ、あ、もう見るんだ、あ、その25人の、うん、なんか練習してたりとか、まあ聞こえるからさ、そのそうそうそう、で最終の本当の最終日はあの六本木のベルファーレあるじゃん、うん、ベルファーレで歌を歌う、お客さん入れて、へえ、それはなんか
自分が選んだ曲を、そう、その指定のされた曲を、そう、どっち、え、自分で選んだ曲、うん、自分の好きな曲を歌うんだけど、うん、それこそマックス松浦さんも最終日来るの。そう。で私はその時アユも好きだったから、うん、アユのあなたのタラタタララタタラタタタタタタラタタタタタタタってやつね、あれを歌うのよ。乗った割には歌詞一個も出てきてない。あなたしか出てこなかった。そう、あれを歌うのよ。うん、で、あれでダム落ちちゃうのよ。最終ファイナルで。そう。あ、何人その25人中受かるの？受かるのは3人。3人。グランプリみたいな合格した人が、うん、優勝が3人。それがその ABEX で DREAM っていうユニットができて、まあ、後半ねどんどん人が増えていくけど、最初のその時は3人で、でもこの3人は本当普通に仲良しだったの、オーディション中、うん、そうの3人だったよ。あ、オーディション中も3人は仲良かったの、すでに。そう、そう、5人ぐらいで仲良かったんだけど、その3人が優勝して、そう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 、受かってて、だから準優勝が倖田來未ちゃんだ。はぁ、そうそう、そうなんだ、すごいよね。どう、帰って札幌滝川帰ってね、帰って、うん、涙するの？いや、涙はしないよね。なんか涙はしない、落ち込むだけ。結構落ち込んだ。結構落ち込んだ。でもでも別にそれで諦めるっていう気持ちはちょっともないから、あ、じゃあ次かなみたいな、まあ、初めてこんな大きいオーディションを受けてファイナルまで行けた自分はすごいなっていう、すごいね、思ってるから、意外に行けんじゃんみたいな。お母さんとかどういう感じなの？落ちちゃったって感じ、まあ、残念だったねみたいな感じ。だから家族はね、そんななんか私の合否で浮き沈みしないんだよね。だからいい意味でなんか良かったんだろうね。そう、なんか本当になんか一喜一憂してない感じが。そう、やりたいことを勝手にやってるみたいな、うん、行ってらっしゃい、お帰りだけみたいな感じ。母さんはちょっとそうしたんじゃないの、今考えたら。そうなのかな、うん、なんかほらこの夢ってさ、親がどうにかしてあげられることじゃないじゃん。だからなんかこう、自分どうにかしてあげられることじゃないから、まあ、応援はするけどみたいな感じ。そうそうそう、なんかこう、変に入ってこないっていうのがいいんだね。そうだね、うん、否定は一回もされたことないし、そうそうそう、そうよ、すごいね、うん。そうそう、だからアサヤンがちょうどあった。アサヤンはちょっとまた今度聞くわ。なんでだよ。いやもうだって重いし、重いストーリーが。そう、うん、そうなの、すごいでしょ。重厚すぎるよ。そんな感じだった。でもいや、いい、面白いね。うん、面白い。だから私ね、倖田來未ちゃんは私のこと覚えててくれてるの。うん、でなんかその当時さ、ほらギャルがさ、パレオみたいなの流行ってたの。パレオ、パレオ、なんかここに巻くパレオをこうやって着て、アユが着てたのよ、うん、それをなんかこう結んだりとかしてくれたの、倖田來未ちゃんが。へー、そうそう、だからなんかこう会うと、あーみたいな感じになる、今でも。うーん、久しぶりですねみたいな。クルーが結んであげるとか言ってた。クーって言ってた気がするな、当時から、うん、そうなの、気がする。徹底してるね、うん、お姉、私よりも全然お姉さんだしね、うん、なんか、うん、で関西弁でなんか明るくて頼りになるお姉さんみたいな感じで、いい関係だね。すごい優しくしてくれてたイメージがすごいあるかな。会いたいね。いや、会いに行こうか。そんな簡単に会えない。向こう大スターですから。クーは大スターですから。会いに行こうよ。当時のクーじゃないから。中澤さんの次に会う。会ってくれてね。味噌の経営で。味噌のちゃん紹介してよ。味噌だよ。そうなの。そうなんだ。そう、ちょっと面白いね。面白いでしょ、うん、ちょっとだからまたそのアサヤンの話はまた今度聞いた方が良くない？だってここで。そうだね。そうそうそう。でもそういうなんか本当そういう感じだった。俺の宮下公園の話いいからさ。いや、それも聞けてよかった。だってすごい回ってるよ。
50分回ってんだよいいじゃん、20分宮下公園いいよ、もう宮下公園はそうなのよ、そうなのよ、すごいね、面白いね、なんかこうやってなんか当時の気持ちを考えると本当になんかギュってなるよね、ギュってなるね、抱きしめてあげたくなるね、そうでしょ、わかるでしょ、うん、私のトモハル、あの当時のトモハルを抱きしめたい気持ちといや、俺は何の何にも戦ってないから、いや、戦ってるよ、恋愛でやっぱり戦ってる、いやいやいや、そんな手袋片手をさ、ずっと待ってるなんてさ、私よりも下手したら戦ってる、すごいよ、だってベルファーレで歌ってるわけでしょ、そう、ベルファーレだよ、ベルファーレなんかよくわかんないからね、中学生の私からしたら、じゃあさ、なんかこうハロプロとかでもさ、うん、もうちっちゃい頃からさ、うん、歌手アイドルをさ、うん、目指してさ、うん、入ってくる子とかいるじゃん、うんうんうん、だからなんかちょっとキュンキュンするんじゃない、キュンキュンするよ、うん、ね、うん、なんか頑張ってここまで来たんだなっていうさ、うんね、思うでもなんか入ってからやっぱもうこっちは入ってるからさ、入ってから大変だから頑張れって思いながら、うん、そうだね、入ってからの苦労もまた、やっぱ入ってからの苦労の方がさ、ね、まあ、もちろん入ってゴールじゃないからさ、そうだね、うん、っていうのは本当思うよね、いやー面白いコーヒーが美味しいよ私のオーディション話のつまみに、いやもう本当に最高だね、すごいね、そう考えるとなんか面白い人生じゃない、うん、だってそっからまたさ、アサヤンのオーディションでさ、うん、ねえ、うん、でしょでしょ、皆さんご存知のさ、そうよってなるわけじゃん、そう、で YouTube でもいろいろさ、その人生を振り返るみたいなさ、動画一本上げてたけどさ、ねえ、じゃあこれ本当に使えるかはちょっとわかんないけどさ、いいよじゃん、ちょっと言わせて、何、アサヤンのオーディションを受けるときに、まあ、私最近言ってるけどさ、当時別にほら安室ちゃんになりたかったから、当時アイドルになりたかったわけじゃないじゃない、うん、でまあたまたまモーニング娘。のオーディションが来たっていうだけであって、別にモーニング娘。になりたかったわけじゃないのよ、当時歌手になりたいから、でもお姉ちゃんがそのなんか、お前なんかなれるわけねえでやって言ってたお姉ちゃんが、そんなこと言ったって安室ちゃんだって最初グループだったんだから、グループから一人で出ればいいじゃんって言って受けたのかもしれない、私はグループに別になりたいわけじゃない、一人で歌手になりたいし、別にアイドルになりたいわけじゃないから、なんか朝やでね、おっきいモーニング娘。のオーディション来てるけど、オーディションやめようかな、別にモーニング娘。になりたいわけじゃないしって言ってたんだけど、そんなのなんか入ってからその頑張ってソロになるってことだってあるんだから、そんなの安室ちゃんだって最初一人じゃないじゃんって言って、そうだよねと思って受けた、そう、あんなに入れるわけねえべやって言ってたお姉ちゃんが、その反骨心で私も頑張ってたじゃん、うん、言ったなみたいな、言っとけよ絶対なってやるみたいな気持ちで頑張ってたけど、最後のそのオーディションを受ける一押しはお姉ちゃん、どっちどっち、美穂、上のお姉ちゃん、よりねえべやの方、ねえべやの方だって、ね、下の下のお姉ちゃんはなれるわけねえべやもう言ったことない、なんか、へーみたいな、そうなんだみたいな、俺が出会った時に一緒にいた、あ、そう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 、渋谷の109歩いてたネーベア姉さんでしょ、ネーベア姉さんやめてよね、ネーベア姉さん、ネーベア姉さん見てたりすんの YouTube、 ネーベア姉さん見てるうちの家族はみんな見てるよ、ね、ごめんなさい、ともこさーって言われるよ、ともこさ私のことネーベア姉さんって言ってる、知ってなかったって言われる、言ってんだけど言われるよ、いやでもすごいね、なんかそういう一言もさ、いやなんか本当にそうそう、だからその一言を、うん、こっちもどうやって受け止めるかってすごい大事だなと思う、うん、そうそうね、なんかそれがなんかそっかってなったらさ、多分ここにはいないと思うし、なるほどねってね、そうそうそう、気づかせてくれたみたいなことでしょ、すごいな、ちょっとネーベア姉さんにも会いたくなってきたね、会いに行く一番喋んないじゃんネーベア姉さんと、ネーベア姉さんってよく
ネーベア姉さんの方が喋ったでしょ。ネーベア姉さん、まあそうだね、歩くスピーカーだからね、うるさいからね。ネーベア姉さんとだってご飯食べに行ったこともあるじゃん、何回。あるあるある。そうそう、うん、ね、うん、ネーベア姉さんの方が出てくるから、ね、ネーベア姉さんって言ってんじゃねえか出てくるから、ネーベア姉さんの方が、うん、あ、こっちに、あの、人前に。あ、そうなんだ、うん。もう一人のお姉ちゃんはどっちかっちゃレアキャラだから。あ、そうなんだ、うん、どちらかというと控えめなんだ。そうだね、人見知り。どっちかといえば、でも確かにこう冷静、うん、そうだね、な感じだよね。そう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 、本当に一歩二歩引いて、そう、こうじゃない、ああじゃないっていう感じの人だよね、うんうんうん、そう。ネーベアネーベアバカにしてんの。バカに、いや俺は助かってるよ。何か、え、ネーベアに、うん、でいつもだ、2人のお姉さんにはもう本当助か、俺はだから本当無口だからさ。あ、でもなんかこう、あ、お邪魔してますとかって言ってさ、あ、そうだね、すごい笑顔でさ、うん、迎え入れてくれるじゃん、うん、だから助かってる許してくれてるし、このこのくらい。そうだね、そうそうそう、うん、もうしょうがないね、みたいな。なんとも思ってないよ、なんとも思ってないね、うん。あ、そっか、いい話聞けたな、うん、あ、そうだ、次はだからあれだね、朝ヤンからだね。そうだね、うん、それをちょっとまた後日。そうですね、どっかのタイミングで、私の後日。そう、はい、なんか皆さんの反応を見てさ、うんうん、お話ししたいですね、うん、どっちが先に来るからね、その朝ヤンからのストーリーか、うん、パンツ握りしめてどうなったかこっちのストーリーか。いや、パンツ握りしめてるってこのキーワードだけ言われてるから、すっごい気になってると思うよ、みんな。話すことはないよあれ、うん、パンツ握りしめる話、うん、まあ、そうだね、知ってる人はもう知ってるし。あ、そうなん、言ってるんだ。それはもう品川庄司を知ってる人は知ってるよだって昔の俺たちのその冠番組、うん、深夜の冠番組、うん、そこの現場まで行ってるんだから。私も行きたい。行かなくていいよ。面白いじゃん、ここで握りしめたんだ、あの友春がと思って。握りしめたルートもまだ俺覚えてる変わってないのかな、街並み。いや変わってるよ、変わってるけど寂しいね、うん、ハンバーグ師匠みたいにならないよ、この街も変わんねえなみたいになる。なる、変わってる、うん、変わってる、都会だもんね、うん、買い物行くか、行こっか。さすがだな、うん。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。